割られるんですか。これこの1箱に150、60入ってるの。150、60、10キロで。はいはい。うん、10箱はあるかな。10箱。うん。1500個。うん、1日ですか。まあその日によって違う。割るときはもうちょっと割るときあるけど、これしかできないから。お父さん役人、悪人分業制で。これをやった方がこうきめ細かくなる。ああ、なるほど。文明の利器を使うとき、それなりにしていかないと。なるほど。置いてかれちゃうから。食べながらの話だって。これは焼いたらね、夜中焼くんだよ。夜中ですか。うん、市場へ配達に。豊洲と千住の市場、はい、お父さんの卵焼きが豊洲に行くってことですか。両方。へえ。豊洲も行くし、地元の足立市場も行くし。何時頃から焼かれてるんですか。あ、早い時は 4時から焼くし。4時、うん、朝4時から焼く。鍋もあんちゃんより先輩だよ。へえ。この鍋だって40年以上使ってる。40年ですか。うん、もう相棒ですね。うん、一番立てられてくれた。手とか痛くなったりしないですか。あ、痛くなる時あるよ。あ、これだと 重いんだよ。あ、そうですよね。うん、もう何十年やってるから、はい、こうやって卵がやる始まってからさ、はい、いろんな人と巡り合う。まあ仕事をきっかけに。確かに。縁もゆかりもないんだよ。でもこの仕事をやってるおかげでさ、うん、こうやってあんちゃんと巡り合えててな。で、美味しいって言ってくれるやよ、なおさら嬉しくなる。何歳の頃からされてるんですか。うん、15、6だね。15歳ぐらいから卵焼き一筋で。そうね。今おいくつぐらいですか。まあ、はい、採掘に見えるでしょ。お父さんも60ぐらいですか。もっと上。かっこ75なんだ。75歳ですか。うん、若いですね。若いかい。若いです。じゃあもう60年。そういうことだね。いや、60年分の思いが卵に入ってます。本当美味しいですもん。ありがとう。こんなあるんですね。俺の顔映ったか。はい。俺の ありがとうございます。